お疲れ様です。ラットです。今回はですね、ミラーシリーズということでね、やっていくんですけども、今日は、こちらのですね、クロスボウデッキに、ミラーデッキをね、鏡をぶち込んだデッキになっておりますということでね、クロスボウミラーでございます。そう、あれなんですね。そう、何の動画撮ろうかなと思って、そう、何にするか悩んだんですよ。なんかいいのあるかなって。で、なんか思いつかなかったんで、ツイッターで何のミラーがいいですかって言ったら、もうめちゃくちゃ、もうすぐにめちゃくちゃなんかいろんなリプがですね、結構来て、いろんなのあったんですけど、ちょっとクロスボウが意外と多くて面白そうだなと思ったんで、クロスボウミラーっていうことでやっていきたいなと思います。よいしょ。で、まずそのクロスボウミラーのデッキ考えるときに、オリジナルで作ろうと思ってなんか考えたんですけど、無理だった。単純になんかオリジナルのやったんですけど、むずすぎた。クロスボウのミラーデッキを開発するのはさすがにむずすぎて、なんかね、ボコボコにされまくったんで、ちょっとね、テンプレチックのやつをちょっといじった、デッキでね、今日やろうかなと思います。あ、コウモリ来るよね。これにはもう5打ちますね。あのコウモリが厄介なんで。で、これでもしガゴムレとか来ても、ファイアボールあるんで、また。あー、これは美味しい。これはボーラー出してあげたら、このままアウトローも処理してくれるから、よいしょ。OK。で、これで。はい。まあ、言ったらね、もうこれ、ミラーというよりも、なんか本当に周りが強いクロスのミラー版なんで、クロスボウ正味いらねえと思うんですけど、まあ、そこはね、そこは触れないでくださいね。ということで、これは、SE で出して、一回クロスボウで防衛していいみたいなとこありますね。よし。で、OK! で、これ壊してくれたら、相手のやりこぶうまいな、あれ、それ。ちょっとうまい。これもう一回今出しちゃダメなのかな。相手何がいるんだろう、わかんないや。出して。もう。おー、なるほどね。やばい。これは、やばい。コストがなかった。あー、惜しい。これでも、トルネードがあるんでね、僕には。よいしょ。ギャング来てもバルキリーもあるんでね。ガンメタってやつですね。もう、いわゆるガンメタ。オッケー。ガンメタ。はい、ガンメタ。相手はコウモリやりこぶギャングのアウトローなんで、ガゴムレが入ってないパティーンですね。クロスボウ置いて、防衛からですね、まず防衛クロス。これはもう、美味しいですね。はい。で、次回せばいいんで。相手5打った。さあ、どっちから攻めるかって見せつけて、どっちにしてみようかな。これは防衛で、これに、多分クロスでいいんじゃない？あー、これ5だな。これでも、ちょっと5打って、ここでクロス。で、これ、あれだ。ミラーの活躍する場所を作ってあげる。ここっすね。あれミラー置きたいけど。置きたいけどさ、で、置いてあげて、よいしょ。で、コウモリ読み、アイスウィザード。もうこれ溶かしてあげて、オッケー、いいよ。あれ、待って、ミラークロス弱っ。え、ミラークロス弱っ、しんどくやん。そんなことある。やばい。これさてはやばい。気づいた、やばい。もう遅いのか。やだ。これアウトロー、バルキリーでタゲ取って。いや、このクロスは決めるしかないですから、本当に。逆にこのクロスが相手は、これトルネで、ピョーイって吸ってあげて、座れてー、なんでよー。で、これはトルネで、あー、外れた、また。おやー、これは勝ちたかったなー。今のに勝てないで、何に勝てるんってなるっすね。と、ちょっと、軽く刺したのが、ね、言わない方がいいかな。これはでも言わない方がいいか。一つ思ったのが、ミラーでクロスボウ作る余裕ないなっていうのをちょっとね、
思っちゃいましたけど、まあこっからやみたいなのからですね。よいしょ。さあ、とりあえずアイスウィズ出すかバリキリー出すか。あー、これは我慢ですね。我慢。クロスボウなんですけど、もう大型メタデッキのクロスボウなんで、このまま後半行くの美味しいんですけど、あれだ、ディガーとアイスピーマスケ、よくわかんないですね。これ5ティや。で、できるだけマスケの奥に飛ばして、あー、手前に当たった。やばい。この5は、よくないです。今のもう一二マス相手の奥にね、出してあげれたら、結構良かったかなと思いますね。さあ、また迫撃。これいいや。いや、タイミング。タイミング、そんなタイミングある？まあ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 ね、これペッカ。ペッカが意外と、厄介みたいなとこあるんですけど、このね、クロスボウのね、このね、延命、延命してあげます。よいしょ。で、これね、相手がもうここでしんどいですから。おー。これ相手が結構コスト使ってくれたんでね。これはもうバルキリーで防衛して。はいはい。これはなんかあれですね。さっきの相手とは全然違ったまた迫撃で、なんか、相性がさらに良くなったんですね。ということで、こっから後半タイム入るんで、後半には、まあ、クロスボウミラーで、両サイ振りたいですけどね。どう振るかっすね。とりあえずインドラ出して、インドラとアイスイーズで溶かして、その瞬間にクロスボウ置いて、これ逆サイに置くみたいな。え？やべやべ。いや、いいよいいよ。これで、右側攻めてからの、気づいた、左側。来た！両サイドクロス。これがしたかった。本当にこれがしたかった。ただそれだけ。で、こう、ボーラ出して延命して、気持ちいい。違う違う、なんでインドラじゃない、インドラがなんか入ってる。インドラは、ちょっと引っ込んどいて。いいよいいよ。14クロスのこの、ね。よし！綺麗！これがマジで理想。今のがめちゃくちゃ綺麗。あー、これはもうバルキリーで。やばいやばい。これもう一回バルキリーで。困った時になんかミラーしとけばいいみたいなとこあるんで。よし。これトルネで。危ない危ない危ない。危ないですけども。だからね。相手のマスケットをね、逆サイのクロスボウに使わせて、逆サイクロス。いや、今のは気持ちいいですね。マジで。めちゃくちゃ気持ちよかった、今の。ってことで。さあ、よろしくと。今みたいなのが決まればいいんですけどね。問題は。そう、うまくいかない。マジで。とりあえず、まあ、待って。相手が来たら合わせたいですね。さあ。でも相手が何も出してこなかった場合、どうするか。でも今の結局決めれたのも後半なんで、後半に行けた方が相性がいい気もするんですけど、僕は出しちゃうんですよね。さあ、お？縦の選手レベル12。ラバルかな？起きてラバルっすね、相手。相手はラバルテンプレっぽいっすね、マジで。お、それコスト使いすぎじゃないですか、相手。これメガゴアでも、あー。まあ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 。こう、待って、オッケー。これで、このね、ちょっとでも、後でどうせ5を打つなら、ちょっと前に打っとくみたいなね、感じで、今みたいに。あのね、数百のクロスボウのダメージ入れるための5も大事ですからね、タイミング。タイミング一つがすごい大事になってくるんで。これインドラ出して、インドラミラーしたところでなんで、これは、難しいっすね。これちょっとあれっすね。バルキリーでこのインドラを残してあげたいんで。あ、オッケーオッケーオッケー。いいよ。いいバルキリー。バルキリーはちょっとバイバイしてもらいますね。オッケーオッケー。いいよ、インドラ。しかも働く。優秀。オッケー。オッケー。相手のね、今のファイヤーボールも、その、分かる人には分かるかもしれないですけど、めちゃくちゃうまいファイヤーボールで、
アイスイーズをちょっと前にノックバックさせてパピーで処理しようとしたんですけど、まあ僕がちょっと早めにねトルネードを使っていたので、まあなんとか耐えることができましたね。これはあ、オッケー、こんだけでも入んないか。これはまあまあまあ、まあ、こっからラバ展開されたらしんどいと思いますけど、僕にはミラーがあるんで、結局もう何が来ても怖くないみたいなのがあるっすね。え、空持ったな、空持った。これも攻めクロスで、これトルネでまとめて、さあま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 あ、でこうまたアイスイズ出してあげて、はいはいはい、まあ大型メタですからね、これこれうまい、今みたいなのめちゃくちゃうまい。でもこれクロスボウ出してあげて、相手陸なくね、これオッケー入った。これだって陸さえ止めとけば勝った、よしオッケー、グッドゲーム。まあね、今気づいた方いらっしゃるかもしれないですけど、クロスボウ一回もミラーしておりません。まあ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 、そんなんね気にしたらキリがないですね。ということで、まあここにね2戦目、1戦目負けちゃったんですけど、これ多分めっちゃうまい人、ああま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 あ6-4でしたね、はいはいはいって感じで、まあ、2戦目ね、うまく決まったんでね、もう僕は満足ですということで、こちらのデッキ、まあ、まあこれもな、そんなおすすめしないですけど、まあぜひね、まあ使ってみたかったら、よければ使ってみてくださいって感じで、はい、まあ面白いとは思うんでね。はい、では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 、この辺で。本日は終わりですね。ということで、2本目もあげるので、ぜひね、見てもらえたら嬉しいです。では、終わります。バイバイ。